よーし、行きまーす。なあ、井の頭公園行けるようになった。いやー、ついにラーメン屋以外の選択肢が。これでかいですね。広い場所だとやっぱ気持ちいいね。特訓はかどりそう。この間言ったでしょ、心を強くしたいって考えついたの。どんな方法？あのね、心が強いっていうのは動じないってことだと思うんだ。動じないで見せるから、私何か言ってみて。なんか一個ぐらい言う的なやつあるかなって思ったけど、全部こういう感じなんだね。もう始まってるよ。そんなんじゃ動じないよ。何か言わないといけないよな。これ言った方がいいよ。なんか言ってってば。個性的だな。はいはいはい、それで頑張り屋だな。それからどうした？好きだ。ちょっとよかったんだ。よかったんだ。っていうか、それ反則だから。もう完全にね、もう禁じ手ですからね。あれ、そういうゲームだったっけ。そういうゲーム、そういうゲーム。天才だなこれは。ねえ、これでペルソナが強くなっても微妙じゃない。まあそうだな、やっと分かったか。そうっすね。おかしいな、なんか違うな。事務所からメール来た。業務連絡？なるほどね。今んとこなんもないよ。そうかそうか。ね、初耳ですよね。両親服のデザイナーでファッションショーとか担当してるの。へえー、すごい。これどっちがいいんだろうな。でもなんかこっちではない気がするんだよな、あんちゃんは。だよね。もしかしたらどっちでもよかったかもしれないんだけど。親と繋がってるって気がするのかも、モデルやってると。まあね、確かにね、ワンちゃんにしかできないことですもんね。よーし、ということでランク3です。ありがとうございます。それめっちゃわかるわ。それはマジでわかってしまう。じゃね、お疲れーす。さあ、ということで夜です。ああ、 帰ったか。帰りました。今暇か。
宗次郎さんのねコープ全然やってないんだよね。大丈夫かな。とりあえずちょっといろいろチェックしましょう。まあよかったよかったよかった。よし、どうしよっかな。そろそろやった方がいい気がするな。と言いつつ部屋に行く、部屋に行くやつ。こっち行きますか。全然作っていきたいよね。よし。どうだ？オッケー。むっちゃ。よし。結構使いますもんね。どうだ？まだ行きましょう。オッケー。で、清さ磨いて、よし、さてと寝まーす。おやす。ということで5月の27日です。まあ、古典の後に何かあるみたいな感じだろうなっていうのはあるけど、これ若干フラグですかね。ユースケコープみたいなあればいいよね。お、ちょっとさ、頼みがあるんだけど。うちのポストに入ってたんだよ。え、なになに？おおおおで、それより頼みって？男ならわかんだろ試してみようぜ。俺んちのアパートちょうど同じ階のやつが引っ越したばっかで空き部屋あんだよ。ポストの裏に鍵あっから入り放題。大家が適当なんだよな、あそこんとこ。場所なら準備できてっから話は聞かせてもらったあのさ、なあ俺もお前そういうやつじゃないでしょそのイベント混ぜてもらえない？お前こういうの興味あんだめちゃめちゃ意外なんだけど。いやいや違うって、調査だよ調査なんかすげえ分析してるんだが。まあまあまあね、全然仕方ないことだと僕は思います。夜だな、都合のいい時にでも声かけろよミシマッチ行くんだったら俺別にいいんじゃね計画のコードネーム何がいいかな。よし、メイド鑑賞会、つまりはメイドルッキンパーティー割とまんまなんだけど。え、行くのかな。あー、タイさんいけんのか。体調どう？ち
そうと思ってね。でチラシの件、結構は夜なんだよメメントスやパレスみたいに言うなよ。いやこの子がこういう感じなのはちょっと意外だったんだけどまあまあいいか、まあいいか。どうしようかな、リュウジ行こうかな。ちょっとリュウジからのリュウジになっちゃうけど、うっす、いい場所見つけた。でシーサーさんいるからまんまでいいよね、このまんまで。よし行きましょう。渋谷にあるジムなんだけど、路地裏で安いとこ。え、全然いいんじゃない。オッケーオッケー。これだ、プロテインラバーズ。そうや、お前ジム用のあれ持ってるか。え、プロテインだな。さては合ってた。なるほどね。じゃあ行くか。てか全然合ってなかったよね行きましょう行きましょう。いやプロテイン大事ですからね。体切れ戻ってけどスタミナない。お先輩、そういや怪我はもういいのか。まあぼちぼち。先輩陸上は大学で続けてる。なあ池田先輩みたいにね、考えてる人もいるんだね。陸上部復活するんだってな。マジか。マジか。復活か、よかったよな。まあでもねえ、いや復活は素直に嬉しいよ。中岡たちやっとまともに練習できるからさ。けどよ、気になるのは新しい顧問の山内だ。あいつはミニカモシだな。ああそういう感じなんだね。なるほどね。調べてみっか。ひょっとしたらお前に協力頼むことはあるかもしんね。さあということでランク5です。ありがとうございます。
よし。どうした今のちょっとツボだったんだけど今のポーズ。じゃあな。お疲れーす。もうからのメイドルッキンパーティーですからね今回。え、マジで行くのかな。おい、忘れてないよなもう行く気満々じゃねえか。渋谷にいるようだな別にこれ強制的に行かないとダメなのかな。まあ今はまだそういう感じなんだろうね。行きますか。マジか。よし、待ってました。本当にやるんだよね。大丈夫だよねどうしたどうした、さっきまでの勢いは。天才か。坂本が冴えてるなんてでもそういうことならってわけでだねだね電話頼んだ池見島え、このなんか当たり前のようにね俺が電話しちゃうみたいな感じね。ご指名などございますか。指名どうすんのどうすんの。なあ、まあ選びようがっていう話でもありますもんね。確かに とりあえずお願いします。それではですね、すぐにご案内できる子が20分ほどですかね。いや本当に来ちまうぞこれ来ちまうな。あのさ、何してもらうそういう話し合いがもう面白いんだけどフフ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 フ。高校生ってこういうの利用していいの？てか、あ、来ましたね。まだ5分前だよ。どうしよう、心の準備が。お前え、お前ら、お邪魔しまーす。いるじゃないですか。おかえりなさい。
ベッキーと申します。ハートマークついてるんだけど。わわわあああああよろしくよろしくにゃん。すごく若い。もしかしてまさか高校生。一時のパパです。嘘じゃないですよね。あれ気づかれたんじゃない？三島？それに今の声坂本くん？え？というより君、私のこと知ってて呼んだの？あれ待って。あれもしかして川上貞代先生ですかね。なんのことですかね。な、知らないならいいです。私が川上です、君の代に。誰から聞いたの？いやー、いや、でもこれね、逆もありますもんね。まあ、先生の出方次第ですかね。どうせ先生につくなら私にしない？ほら担任だよ。あのさ。それはね、もうね、ごもっともなわけなんですが。ちょっとやべえものを見てしまいましたな。ということで5月の28日です。おい、そういえば川上のメイドのこと結局どうするつもりなんだ。何か事情がありそうだったし、詳しく話を聞いてみたらどうだ。どうせ学校にいるんだろ。今日どうすんの？あんちゃん行けんのか。ちょっと待ってね。え、どうしよっかな。川上先生行く？でももしかしたらコープとかもある可能性って全然ありますよね。リュウジもいける。頑張って。あ、いた。疑われてるじゃないですか。まあ質問が。え、
そうなんですよ。なんて情熱、あなたこそ教師の鏡よ。おお、大丈夫そう。なんか勝手に納得しちゃったけどですね。まあ一応疑いは晴れたし、ありがとう。ちょっとこっち来て。校内じゃあんまり話せないから。これ夜の仕事用の電話番号とアドレス。指名ってことで夜に電話して。履歴とかは残らないように注意してよ。そっか、そこでルブランの黄色い電話から。ルブラン様様じゃないですか、もう。